皆さん、山田教師が勝ちました。そして、ワンちゃん、試合前に、ちょっと取り乱しちゃったけど、これは確かに伝えてるな。この試合で、俺がワンちゃんに勝ったら、問答無用で、思いのキューティーボーイズを5番目のメンバーに入るな。その条件で、試合始まったらな、ワンちゃん。いや、こんな言い方したら、あなたにはならないね。ほら、じゃあ、これから、ボイスを聞いてくれさせて、一緒に盛り上げようよ。